ニガラバー皆さん、こんにちは。わきょうのアルミです。今回この動画では、今自粛生活皆様送られていると思うんですが、この自粛生活の中で今だからこそ、時間がある今だからこそできるアレンおすすめのことについてお話ししたいなと思います。それがなんとこちらです。見えますか皆様、バケットリストって呼ばれるものです。このバケットリストっていうのを、まあ、ご存知の方はあまり多くはないのかなと思うんですが、この映画とかでも取り上げられているザ・バケットリストっていうのがあって、その作品があって、この病気を患った主人公の2人が、この余命ですね、この残された人生をこのバケットリストって呼ばれるのに、自分のやりたいことを全て紙に書いて、それをどん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 一つずつこなしていくっていう映画があるんですね。それがヒットしてから、この世の中にはバーって広がったバケットリストっていうんですが、そもそもバケットリストって何なのかなってお話なんですが、このバケットリストっていうのは、まあ、この、まあ、アメリカから始まったと言われてて、このバケットっていうのは英語なんですけど、日本語でバケツのことを意味していて、まあ、この自殺をするときにこう縄をこうやって首元にさらげて、で最後にこうバケツの上に乗ってて、バケツを蹴るとこの紐がこう上にかかって首を吊ってしまうっていうので、バケツを蹴る前、要は亡くなるまでになりたいことっていうのを書き留めたノートだったり紙だったりっていうのをバケットリストっていうんですね。で大体100ぐらい作ればいいとか、100よりもどんどん100以上作ってもいいとされていて、そういうふうに書かれたのをバケットリストって呼んでいます。で実際にこれはヤンゴンに来る前にアレンがバケットリストを書いてて、ヤンゴンに来てからも何個か追加しました。で実際今回どんなふうにバケットリストを書いていくのかっていうことと、バケットリストを書くとどういうふうなことが現れるのかなっていうことについてお話ししたいなと思います。まあ、すごい簡単なもの始め方なんですが、用意するものは2つですね。ペンと紙もしくはノートの2つですね。あれの場合はずっと長期保存したかったのでノートにしました。ノートがおすすめです。なんか書店とか行くと、このバケットリストの作り方みたいな本があったりとか、バケットリスト専用のこのノートみたいなのたくさんあって書きやすいようになってるんですが、まあそこにお金を費やするのもいいんですけど、こういうふうな、ただのノートですねとペンで始められるので、そこはあまりこだわらなくてもいいかなと思います。ネットとかでもバケットリスト作り方って調べるとたくさん出てくるので、まあ、これからアレンが紹介するのもあるんですが、まあ、他の人がどういったことを死ぬまでに成し遂げたいのかなっていうのを参考にしてみてもいいかなと思います。ではまずはじめに、アレンがどういったバケットリスト、どんなことを死ぬまでに成し遂げたいかっていうのを皆様に共有していきたいなと思います。こちらが、まあ、このバケットリスト作るときに項目に分けるんですね。例えば日本でやることとか、旅行するところはどこどことか、経験とかお金に関するとか、人間関係とか、そういったショッピングとかですね、そんな感じでざっくりにこう項目を分けていくって感じです。これが実は英語で書いてるんですけど、この世界ですね、世界旅行で例えばここですね、アレンの場合は世界、メキシコとかアメリカとかイタリアとか、いろんなところにいろんな国に友達がいるので、友達がいる国に全て訪れようっていうのがこの一つ目の書いてあって、見えますかね、これ書いてあって、とか他にこの上に塩湖に行って絶景を見てくるとか、すごい定番なんですけど、それとか他にはこの豪華客船で世界一周に出るとか、そういった感じで本当に夢がある、叶うかわからないんですけど、でも書くことが大事でこうやって書いてます。それからこの熱気球に乗るとか、これできそうですよね、とかラクダに乗るとか、こういった感じですごい難しいなと思うものから、まあ、定番なものから、なんかもうこれだったら頑張っていけそうだなっていうのも書いてます。実際にアレンもなんか寄付をするとか、募金するとか、宝くじでスクラッチやるとか、こんなのも書いてます。はい、続いて項目でいくと、あ、ここですね、この日本旅行でやることっていうのを求めてて、例えばここですね、このスキューバダイビングを石垣島でやるって、まだやったことなくて、それを沖縄に帰った時にやることだったりとか、実際ここですね、北海道で温泉に入るっていうのがあって、なんでかっていうと、アレン実は雪見たことがなくて、2月の2020年2月ですね、今年の2月に北海道行った時に初めて雪をしっかり見たんですよ。しっかりっていうのも、今までなんかこのなんか偽物の雪とか沖縄にも見たことあったんですけど、ちゃんとこの空から降ってくるの見たことなくて、東京行った時もアレンがいる間雪が降らなくて見たことなくて、ちゃんと見たのがこの今年の2月ですね。20年が経って初めて雪を見たわけなんですが、その雪に囲まれた中ですごい寒い中で温泉に入りたい、しかもそれも北海道と決めてて、それがなんと2020年2月3日に叶いました。でこんな感じで叶うチェックを入れて、叶って日付を書くっていうのをやってます。
こういった感じでどん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 潰していくっていうのを、まあ、毎日は無理なので、この1年間で何個叶ったかなっていうのを数えてみてもいいかなと思います。とか逆にこの Mac を買うとか、他はこのメガネを買うとかですね、こういった感じのもこうショッピングみたいな感じで買いたいもの、これはもう買えそうないけど買いたいなっていうものとかも書いてもいいと思いますですね。あとはこの、まあ、こっちは経験ですね。どういった経験を人生でしたいかっていうのが書いてあって、例えばもうすごいですよ、これマッチョになりたい、筋肉マッチョになりたいとか、こうサーフィングをしたいとか、あとこのスカイダイビングとか、もうすごいアクティビティ系のそういったのもこういうふうにまとめて書いてあります。でこうバケットリストを書く際に、まあ、あれはこの独自にこういうふうに書いたんですけど、他のいろんな書き方もあってすごいそれはいいと思うんですが、ポイントが2つあります。1つ目が書くのはいいんですね。で100個以上あれも書いたんですけど、日常的にこの自分の身近に紙とペンを置いてほしいんですね。置いてほしくて、なんかふとした時に、あこれやりたいなというか、あこれやってみたいなって思った、と逆になんか動画見てたり映画見てたりして、あ影響を受けて、あこれやりたいなと思った時にすぐ書き留めるものがないと忘れちゃうんですよ、人間って。なので紙でも鉛筆でもなんか用意してて、手帳でもいいのですぐ思いつく時に書けるようにしててください。それをこう時間がある時にまとめて記入するっていうことをやったらいいかなと思います。で2つ目が、これ書くのはすごく大事で作ることも大事なんですが、まあ、この勉強と同じでこの勉強ノートを作ったことに満足してしまって、そこで終わる方もたくさんいるんですね。なので作るのはこの夢を叶える過程であって、作った後にこれを毎日見るんですよ。であれも毎日見てて、あこれは今年いけそうだなとか、これは来年叶えそうだなとか、でこれはなかなか叶わないか、どうしたらいいかなってこういろいろ考えるわけですよ。そうするとあこういうふうに人生生きたらいいのかなとか、あこうしていると今こうやってダラダラしているとこの夢は叶わないなとか、逆に毎日こう生きてる中で明日があるって皆さんは思ってるんですね。明日があるから今日はいいや、明日があるから今日はもうちょっとゆっくり休もうかなとかっていう感じじゃなくて、もしも今日が最後の日で明日死んでしまうんだったら今日何をしたいかっていう、そこまでじゃないですけど、そういった感じでこうダラダラとする時間もいいんですが、まあ、それはもうけじめをつけて、休むとき休んで、やるときやる、英語をやるなら英語をやるとか、筋トレやるなら筋トレやるって形でけじめをつけるっていう、こういった効果にもつながると思うので、この2つのポイントを抑えながらこのバケットリストを、この今の時期ですね、自粛生活で、まあ、リモートワークして忙しい方もいると思うんですが、通勤時間とかそういったのがなくなる分、時間が必ずあるはずなんですね、あると思うので、そういった時間に、まあ、このいつもあったちょっと忙しくてちょっとできなかったのを少し自分と見つめる時間だったりとか、そういったいい機会になると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。それからもしもなんかバケットリストでなんか作ってみたよって方とか、もしもこういったバケットリストを作ってみて、ぜひぜひこれいいですよっておすすめとかもあれば、 YouTube のコメント欄からぜひぜひコメントしてください。いつも YouTube のコメント見てますので、皆様がコメントすると必ずリプライしますので、ぜひ気軽にコメントしてみてください。これからも、まあ、今回の話はミャンマーに関する話じゃなくて自粛生活のみの話だったんですが、ミャンマーに関わらずいろんな動画を皆様のプラスになるためにどん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 出していこうと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。今回の動画失礼します。また。